早速ですが、クイズです。どっちが博多通りもんでしょうか。正解は B でした。ほとんど見た目は一緒ですよね。 A は有名な大阪のお菓子月化粧です。先日カフェ会参加者の方から、大阪に博多通りもんにそっくりなお菓子があったからお土産に買ってみましたと言われていただきました。ちょっと気になったので博多駅で博多通りもんを買って、実際に月化粧と食べ比べをしてみました。今日はその検証動画です。まずは我らが博多通りもんから見ていきましょう。福岡でお土産といえばこれですよね。明月堂の看板商品です。先ほども見せましたが、博多通りもんはこんなパッケージに入ってます。モンドセレクション金賞を21年連続で受賞しており、世界に誇れる福岡の代表的なお菓子です。中身は白あんがたっぷり入っていて、西洋の和菓子というだけあり、バターの風味がよく効いていますし、とっても甘くて美味しいです。食べ過ぎ注意です。賞味期限は40日ぐらいなので、お土産で買ってもそれほど心配しなくて良さそうですね。博多名物のお祭りに博多どんたくという祭りがありますが、どんたく衣装で三味線を弾いたり笛や太鼓を鳴らして歩く姿や形のことを博多弁で通りもんというそうです。これが由来なんだそうです。続いて大阪の有名なお菓子月化粧です。では早速見ていきましょう。こんなパッケージをしています。博多通りもんより少し高級感がありますね。月化粧は博多通りもんと同じくモンドセレクションに受賞していて、こちらは8年連続だそうです。21年連続受賞している博多通りもんに少し分があるようですね。満月のような黄色いまん丸の形から月化粧と名付けられたそうです。ネーミングセンスが素晴らしいですね。賞味期限は1ヶ月内ぐらいでした。お土産でもらったら早めに食べないといけないですね。博多通りもんと月化粧を食べ比べてみると、博多通りもんの方が若干甘いです。月化粧は皮がしっかりしているせいか、甘さが抑えられてちょうどいい大人向けの甘さになっており、コーヒーや紅茶と一緒に食べると絶品です。一方博多通りもんは皮が柔らかく、あんと一体化している感じで、皮もあんも甘くて美味しいです。上が博多通りもんで下が月化粧です。博多通りもんの方が皮もあんもちょっと濃い黄色ですね。形は月化粧の方が皮がしっかりしている分、丸みを帯びていて饅頭感があります。若干の違いはありつつも、あまりにも似ているので気になってググってみると、やはりネット上ではパクリ疑惑が浮上していました。そこで販売日を調べてみると、博多通りもんは1993年3月8日から販売開始されていました。一方月化粧は2010年から販売開始されているので、博多通りもんの方が15年以上先に販売されていることになります。真実は謎ですが、もしパクっているとしたら月化粧の方ですね。次に原材料を比較してみましょう。博多通りもんの原材料はこちらです。一方で月化粧の原材料はこちらです。やはりパクリ疑惑が出るだけあり、原材料はほとんど同じですね。栄養成分比較をブログ記事の方に載せましたので、気になる方は概要欄をご覧ください。博多通りもんと月化粧を食べ比べてみましたが、結論としては両方ともとても美味しかったです。パクリ疑惑もあるみたいですが、両方とも一緒に食べてみると、やはり食感は全然違いますし、味も少し違いましたので、個人的にはセーフかなという感じです。月化粧は博多通りもんとは違った食感や風味なので、福岡の人もハマると思います。両方ともとても美味しいので、皆さんもぜひ食べ比べしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。